セイバー？かつて私はこの海で最愛の人を失った。彼女はとても優しい人だった。私の血に濡れた手もためらわずに握ってくれた。握ってくれた温かなその手を絶対に離すまいと。だが結局私は彼女を海に沈ませてしまった。あの時彼女の手を握るべきだった。何としてでも引き止めるべきだったんだ。セイバー、私いや何でもない。ともあれ、このような思いは二度とごめんだ。だからイオリ、ああ互いに悔いなき行動を心がけよう。よい、では行くぞ。案じるほどではなかった。タイガ、ここであったがなんとやらだ。うむ、落ちたな。セイバー、これは氷炭から駒とはいささか違うか。見つかった、見つかった。ああ本当にありがとう、より私は嬉しい。やったー。やれやれ、いい顔をするものだ。礼は品を仕上げてからでいい。ところで何を作るつもりなんだ？それは出来上がってのお楽しみ。できた。満足いくものは作れたか？うむ、いささか時を要し、私の思いは全て込められた。そうか、入魂の一作。ではカヤを呼んでこよう。しばし待っていてくれ、セイバー。セイバーさん、何でしょう私に用事って？これは受け取ってほしい。わあ、綺麗な櫛。これ私に？君には日頃より世話になっているからな。その感謝の証とでも言おうか。気に入ってくれるといいのだが。もちろん、一目で気に入っちゃいました。とっても綺麗。よかったなセイバー、こんなに喜ばれるんだ。手作りした甲斐があったじゃないか。え、これセイバーさんが作ったんですか？すごいすごい。だからなのかな。本当にありがとうございます。気にするな、よければ使ってやってくれ。はい、1日50回はすきますね。そうだ、あのセイバーさん、
なんだ？記念すべき一月目、セイバーさんにお願いしてもいいですか？何かと思えば良いのか。はい、ぜひ。わかった、任せてくれ。ありがとうございます。ほら兄上。ん？ん？じゃないよ、もう皆まで言わなきゃわからないの？すまん、全くわからん。はあ、これだから兄上は剣筋は読めても乙女心は読めないんだね。放っておけ。あのね兄上、セイバーさんに初めて髪をすいてもらう大事な時間なの。ああ、わかったわかった。俺が邪魔者だと言うんだな。馬に蹴られないうちに散歩にでも行くさ。兄ちゃん、一言多いんだから。わざとらしくてバレバレだったかな君。ねえ、なんで私に櫛を？しかもこれ。そうだ、あの海辺に流れ着いた櫛を模して作った。だから返す。君の形見などは、別れの櫛などは、ごめんだ。あの時からずっと君に返せていなかったから。もうまだあの時のこと気にして。ごめん。私の。うん、分かってる。苦しかったよね、悪を倒して善をなす、そう自らを定めた英雄があなた。誰に望まれなくても、痛みも孤独も迷わず背負って進み続ける、そんなあなたを私は誇らしく思ってた。あなたの役に立てるなら、それがどんなことだって。だから私は誇りを胸に海へと進んだの。ずっと歩き続け、戦い続けたあなたの道を初めて私が切り開いてあげられる。こんなに嬉しいことはなかったよ。私の櫛は私の誇りの証だから、この櫛があなたの誇りの証なら私は嬉しいな。私それでも今度こそ君を守ると。